皆さんこんにちは。今季オフに FA 宣言し福岡ソフトバンクホークス入りが決まった元西武の山川穂高選手。しかし2023年には不祥事もあって入団は問題視されており、多くの批判が集まっています。そんな中、ソフトバンクの王貞治球団会長と後藤義光球団社長が1月5日の仕事始めで山川穂高内野手について言及。それにホークスファンが激怒する事態が発生しています。一体何があったのでしょうか。そこで今回は山川選手の獲得と批判、そして王会長の言い訳についてご紹介します。今季は WBC 日本代表として参戦しチームの世界一にも貢献した山川選手。しかし5月に女性問題が文春から報じられ話題に。その後は謹慎となりシーズンを終えることとなります。そしてオフには FA 権行使を発表。その後は音沙汰なかったのですが、12月に入るとソフトバンク入りの可能性が報じられ、そして12月18日に決定的になったと報道。同19日午後に PayPay ドーム内で会見を開くことが報じられ、その報道通り19日に入団会見が行われました。誰もが注目する第一声はまさかの謝罪。冒頭、多くの方々にご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでしたと頭を下げて謝罪した山川選手。第一声でこの度ソフトバンクホークスさんにお世話になることになりました。まずここまで決断に時間がかかってしまい申し訳なく思っていますとコメント。その後、一連の私の不祥事でライオンズファン多くの方々にご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでしたと古巣へも謝罪しました。5月に強制性交等の疑いで書類送検され、8月には不起訴処分となった山川選手、9月4日に無期限の公式試合出場停止処分を受けましたが、故障者特例措置によって国内 FA 権を取得。三笠杉彦ゼネラルマネージャーは移籍後処分は解除する方針を明らかにしています。山川選手は11月14日に権利の行使を発表。1ヶ月以上決断にも時間をかけてこの日に正式発表となりました。西武ファンにも謝罪できず、去就が決まっていない状態だったのでなかなか挨拶ができずに悔やんでいますと頭を下げ、日程的なこと時間がかかってしまったこともあった。選手の方にはこれから連絡できる選手にはしたいと思っています。ファンの方に挨拶をするのは先ほど述べた言葉で挨拶という形になってしまいます。そこは本当に申し訳ないですと再度謝罪。もはや謝罪会見のような空気で入団会見が行われたのです。しかし不祥事でチームに迷惑をかけた上で FA で大金を得て移籍するのはいかがなものかといった批判や、こうした選手のせいで若手の出番が奪われるのがムカつくといった批判が殺到。これだけ謝罪してもファンは収まるどころかむしろ燃え上がる形になったのです。今もなお批判が止まない山川選手。そんな山川選手について1月5日 PayPay ドームで仕事始めを迎え、鏡開きを終えた後に王会長が取材に応じ、王会長はいろいろと批判をいただきましたけどと背筋を伸ばしながら球団としての思いを語りました。我々としては野球界で生きていく力を持っている人がその世界で生きられないような世界を作ってはいけないと思う。かなり社会的な制裁も受けて本人も反省している。挽回するチャンスを与えていくべきだと思います。チームとしても左バッターばかりですから、右のホームラン王を取っている山川君が入ってくれるチャンスがあるならそれを手にするのは当然のことだと思う。王会長は昨年の鏡開きの場で今年は10ゲームぐらい離してゴールするんだというぐらいの強い気持ちを持って戦いたいと、そんな風に思っていますとチームに対して大号令をかけていました。山川選手というスラッガーを獲得して頂点に向かう2024年、彼にいろいろと葉っぱをかけながら頑張ってもらおうと思いますと力強い表情で話したのです。しかしこの挽回するチャンスという点にホークスファン激怒する事態に。確かにチャンスを与えるというのは大事なことだと思います。山川選手は確かに迷惑をかけましたし、不起訴ではあるものの不倫をしたというのは事実。そして球団が謹慎せざるを得ないほどことが大きくなったのは事実です。ですがチャンスを全く与えなくていいほど重罪というわけではありません。しかしそのチャンスの与え方がおかしいのではとしてホークスファンをはじめ多くのファンに突っ込まれているのです。コメントでは、ホークスファンですがチャンスを与えるのは必要で、その考えには賛成します。しかしチャンスを与える場所は古巣の西武ではないでしょうか。今回の事件を通して西武は山川選手に対してフェニックスリーグの試合に出場させたり、来年度の契約も提示したりとチャンスを与えていました。それなら今シーズン迷惑をかけた西武に残り、もう一度ゼロからやり直すのが普通の考えではないでしょうか。それらを蹴って FA 移籍するのは、その提示された内容が不満で条件が良かったホークスに移籍したとしか思えません。反省してると言ってますが、反省してるようには見えません。今回の一件でホークスという球団には不信感しかありません。勝てば何をしても良いというわけではない、魅力がない残念な球団になりましたね。王会長の開き直りとも取れる見解が聞けましたね。以前であれば世界の王さんがそういうのならと世論も受け入れたでしょうが、もう時代が違っている気がします。個人的にはチャンスは与えられるべきと思いますが、それはけじめをつけた上でのことと思います。西武も残留要請していたのだし、西武で活躍するチャンスはあったでしょう。1年休んで4年12億円の大型契約を得たことを世間は反省と取るのだろうか。すごく違和感があります。チャンスを与えていくべきというのはわかるが時期尚早。西武在籍のままでも姿勢次第でチャンスを与える可能性はあった。山川がやったのはやったことへの罰にも見える。減額提示を拒否し、大胆にも FA 宣言。唯一獲得に動いていたソフトバンクが比較にならない高額で獲得。山川にとってはウハウハの状態。その選択をする背景に反省の姿勢があったのかが極めて疑問として残る。だから応援する気持ちには全くなれない。全てを失っても出直すくらいでちょうど良かったんだよ。ソフトバンクが甘やかしすぎた。だからバッシングが起きる。山川に対してというより、批判はソフトバンク球団に対して起きているっつって現実を見ないとダメだよ。ここは南坊王さんが福岡にとっての恩人であっても王さんの考えは違うと思う。なんなら年俸1000万円でも山川がやるって移籍してきたんなら頑張れやと言えた。騒動は球団が起こしたんだよと。チャンスを与える点は賛成だが、やり方が間違ってるというコメントがほとんどを占めていました。確かにこれは皆さんの言う通りかなと思います。世間的に見れば山川選手は大金を積まれて移籍したようにしか見えません。反省を促しチャンスを与える方法としては適切とは言えないでしょう。1年間自分のやらかしで稼働できなかった選手が4年総額12億という金額を積まれて移籍して反省してますとか言われても説得力はないですよね。西武をクビになり格安で拾われたならまだ理解できますが、西武は残留を要請していたのにそれを蹴ってホークスに移籍し、さらに西武以上にお金をもらっている以上、何を言ってもファンは納得がいかないでしょう。これは山川選手もそうですが、ホークスも悪手と言えるでしょう。もちろん勝つためという点だけ見ればいい補強だと思います。しかしファンあってのプロ野球という言葉は何だったのか。もちろんファンにとって一番の喜びは勝利ですが、今は勝つだけを目指しファンを置き去りにしている印象すらあります。戦術したコメントを引用するなら、魅力がない残念な球団になりつつあると思います。2024年シーズンも何かと大荒れのシーズンになりそうなホークス。果たしてこの補強が吉と出るのか凶と出るのか、今後に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。